ループ中マジやば最悪。ほんと消えてるやん、しかも最悪やん、ループしたんやば。終わったってもうどんな顔で飛ばっとってもいいわ。え、音鳴った？てかレナの声聞こえる？よくなんかマイク潰してる気がするけど、メイクポーチで音鳴ってる？あ、はっきり聞こえる。それはちょっと分からんけど何か。え、まだ音聞こえるよな。あれ、あ、レナの声が聞こえるってこと？え、ちょっとですね、来ましたね。はい、もう大変、いろいろ今って何月や？3月か。え、気にならん別に。でもね、またやばいね、来た、やばいの来た、また。まあでも、うん、2月か、2月か、何月出たっけ、レナ。いやー、まだ積んではないかな。うん、けど分からん。うん、3月かってしみじみ言ってた。え、なんかこれは崖じゃないかな、まだ今のところ。もう数ヶ月後だったら崖になっとうかもしれへん感じ。まだ山やばい。え、ってかほんまにやばいねん、マジで。もうね、やばい。てかもうアンダーがきつい、覚えられへんほんまに。もう振り入れとかマジでもね、嫌いすぎて。振り入れというか振り起こしか、自分で振り起こしができんくて。レナやらなあかんねんけど、もうコツもつかめへんし、コツもつかめへんし、コツもつかめへんし振り起こしのコツもつかめへんし、振り入れした曲ももう売り足番号も覚えられんし、もうやばいって感じ。もういろいろやばい、ほんまにそう、多分慣れたらその振り起こしとかもダンスやってなくても、え、なんか番号のコツはつかんだけど、なんかね、アンダーのね、先輩らのね、あの公演、マジ番号がめっちゃむずくて。え、でもなんか、まあ、コツつかんならいけるえ、番号はね、けど振り起こしがマジでやばすぎて、ほんまにやばい、ほんまにやばい。マジ鏡かまない、やばい。あと目線における台ボンジュールなんかかまってる。いや、もうどのチームというか結局は全部覚えなあかんかな、あれですけど、まあお楽しみにしておいてくださいいや、でもなんかまあ先輩たちの曲一つずつ覚えれる、なんていうん、一つずつ曲を覚えていったら楽しいやん、やっぱりはい、頑張らせさせていただきます。マジさ、もうみんなにも踊ってほしい。みんなもアンダー出てね、ちょっと明日レッスン場にちょっと行こうと思って
愛のホログラムはもう大体かな。愛のホログラム難しい、めっちゃむずい。もう言っていいのっていうか、まあ研究生は暗算を覚えるのがお仕事なところはあるから、研究生公演もそうやけど、研究生公演より普通は前に公開で振り入れ、レナが振り入れするん、先生になった気分になれるか、ちょっと厳しく行かさせてもらうな、掘っていくな、もう1回しか言わないので。でよくさ、学校の先生とかって言うやん、1回しか言わないからよく聞くんだよみたいな。レナは幼稚園の先生にもなるから、まあ、一旦ダンスの先生で鍛えて先生という立場を衣装も着る準備をしてくれてるえ、でもさ、ほんまにファンの人もさ、覚えとう人おるよな。あの制服の面もそうやし、なんか踊ってたから合ってるし、いや先生間違えません、はい間違ったふり絶対やっとうからとか言ってあ、泣いとう人にも厳しく青春ロミンむずいよな、もうね全部難しいねほんまに。でも今日言っていいか分からんけど、今日あの、まあ、言っていいか、同期もデビューしてるから、アンダーデビュー、あのねどこだっけ、あのどこのダンスだったっけあれって、なんかいろいろ今日ねレッスン終わりにやったから、いろいろ水のないプール水のないプールでもみんなさ、踊ってない、サイリウムカラーで。水のないプールは簡単やで簡単やでとかって最初は絶対苦戦してないけど、え、サイリウムカラーなんかニョキ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 ってしてないねえ、なさすぎてさ、制服の目いけそう、ニョキニョキニョキってニョキニョキしてるようなだからみんなやっぱりあの振り分かっとんねんなと思って、あ、そうそう、手話やから、だから簡単やねあれ、振り真似てるぐらい、なんか全部無理、振り嘘、そう、あ、ユニット、え、でも女の子は結構、女の子は振り入れして、振り入れの人そっから1日で覚えた、すごない、だからうん、一番最後は手の振り、え、やんな、一番最後、そう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 、真似してるよね、あ、じゃあレナが教えたろレナが教えたるやん、なんでも聞いていつもココハに言われんねん、なんでも聞いてってレナがみんなに言える、みんな絶対レナよりは踊れへんやん、レナリは踊れへんやろ、みんな絶対な、もうそんな、だから何でも聞いて何でも聞いて
いや女の子って言うねんけど、第6巻っていうみんな。最初は詩人かな、詩人が一番最初にフリーネされたかな。でも聞いてほんまに。そうやな、みんなの歴はみんなの方が長いからって感じやんな。あー確かに、ここにダンス何10年ぐらいやってましたとかおったらどうしような。あのジャンプやばい、いっちゃん最後とか、いっちゃん最後の履ける前のあのジャンプ、そして履けて裏でくしゃみ出た久々に。女の子って言うねんけど、レナの噂してる、えねえ、うん、ステップから教えてください基本の。やだ先生放棄、先生放棄しました。詩人ジャンプやばいね、最後のやばい、一発目の詩人はほんまにきついな。ね、公開フリーであったらしいな。どのステップ、アイドルステップ、あのステップ、どのステップあのステップ、どのステップ、動線はな、動線はちょっとみんなにはちょっとレベル高いかな、みんなにはレベル高い、ちょっとみんなにはレベル高いですね。うえーみたいな、高跳びやってた人の詩人ジャンプツーステップ、どの曲きつい、詩人、詩人かな、なんやろな、ダウトもきついかな、ダウト、あダウトじゃない、ダウトじゃなくてジェラシー、まあ、だけどジェラシーは楽しいから、まあ、あんまりかな、分からへん。1.75 むずい、ほんまに。あー桜の花見のジョンステップ、トン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 って感じ。セリ怖いな、セリ怖い、特にジェラシーとか。砂でどう腰痛あかんやん、腰痛やったら。そんなんやし、そんなんやで。あ怒っとうときはレナ呼びになるん怒っとうときレナ呼びとかあるんや、そういうのずっとレナ呼びされそうな予感やねんけど。限りな公演中前髪どんなに乗っとう、なんかおかしいよな、レナって前髪。痛み立てジャックやばい、あの乾燥えぐい。どこで見たんレナの時、ちゃんと許可取った、公演中にレナに。どこで見たんよレナのこと。やってみたいユニット、オオカミとプライド、全部全部やってみたいけど全部無理だと思う普通に無理やってみたいっていう希望だけしかないできると思ってないあダウト むずさで言ったらダウトむずい。午後入ってらっしゃい。詩人はねやばいよ、踊ったらもうね腰とか、もう腰も膝も首も足首も全部やられるアセガント大丈夫だよ、
グー。ネフグロインがきつそうに見える。レナがレナっていうか、レナってたまに言っちゃうね。結構レナって言ってくれてるよね。あ、ここに前髪きれいね。狼でもね、フリーレスじゃないから踊れない踊れないの踊れないんですよ、まあ、自分で振り起こしって感じだけどね。狼は狼のどっち、どっちでどっちとかないかも思い出以上もね、かっこいいよね。キルナステーションいいね。全部やばいね。ねえ、先言わなくなったよね。主に何レナっていいんじゃない、もう誰と、え、誰だろう。狼とプライド、誰でもいいかな。ココミかな。ココミ、ココミ、キルナステーション聞きたい。歌えそうだからやだ。私の狼のフライドの振り込みしたっていうツイート見て笑った。エレナさん、あれね、見たの、あのツイートを見て、いいね欄見たらいいねしてて、その後めっちゃおもろかった。え、ね、キス顔がなんちゃらみたいそれはレナも気になるわーとか思いながら、タイムラインだっけ、そこを見てたのえ、茎の小指いいよね、おきに。川村さん、あ、ユアでもいいね。ユアも可愛いよね。ユアの狼とプライド絶対可愛いと思うよ。仲間の歌難しいよ。仲間の歌とね、なんか難しさで言ったら、仲間の歌とあのダウト、むずい。このね、あの2個連続きつい、むずいの、ほんとむずいよ。案外ね、なんかあの振りが似てるけど1番と2番で違うとかがあって、え、難しいの。いいよ、レナでいい、いいんだけど、逆にいいの、逆に呼んでじゃんね、それだよね。めっちゃおもろかったんだけど、あれやばかったあの、でもサビはね、まあ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 1番と2番あんまり変わんないけど、仲間の歌ね、でもね、フリーレした当初思い出したな、仲間の歌のサビも難しい。結局全部むずいよねって話だよね。ダートね、難しいね、ダートむずい。シママ雨の動物園だっけ、いいね。そういうこと、手紙のやつ見た固まってたよね。じゃあココハのさ、余韻が長くて、じゃ手紙のことの振りを忘れちゃった。終わったって思った、本当にもう最悪と思って。もうね、毎回さ、毎回成長しようって思ってるの、公演でずっと毎公演成長していこうって心に決めているのに、なぜか大事なとことか目立つところでめっちゃミスしちゃうんだよね。もう終わったみたいな。え、ピノキオ君はね、フリーレの時ね、できた、簡単だった。でも番号がね、めっちゃ覚えないといけない。あの最後のさ、あのピノキオで移動して3つポーズやるとかあるじゃん、あれね、全部あの番号覚えないとダメだから。そうだから、いや、ミスインできない、え、やばいじゃん。じゃあ応援してないじゃん、レナのこと応援してないじゃん、ダメじゃん。じゃあ、え、ダメじゃん、ダメじゃんダメじゃんあ、公園で見てよ、やったやったねー。1曲目だから、なんかジャンプも揃いやすいけど、逆に1曲目だからその後もね、疲れちゃうっていう。
ターンが上手になってたの。どこのターンだろう。どこのターンなんだろう。ん？日々成長しているのはいいことだ。できてんの？さっきちょっとなんか成長したいけどできてないって思ったんだけど。あ、合格キスもまあまだあれかな、そんなめっちゃ難しくはないかも。全部難しいけど詩人はねやっぱりまずいかな。ダウトも応援してる。本当に上見てるけど。アンテナ楽しい。アンテナはね楽しい。めっちゃ疲れるけど楽しい。アンテナもね簡単だった。簡単っていうかマシマシだった。難易度的なの。え、すごい。合格キスの最後のポケットにメガネ入れたとこさ、みんなさもうそこでじゃんみたいになっちゃってるからさ。そうなんだよね、あれね難しいのメガネ入れるの。なんかあのなんかさめっちゃ面白いのが、あのねここにさあのあるじゃんポケットが、でここにメガネ入れるじゃん。んであのみんな焦ってるよね多分。みんな焦ってる顔してると思う。でねえ笑わないで。なんか言われてる、やっぱりここまでにポケットに絶対しまってねみたいな見え方的にね。いやめっちゃ焦るのあれでね。あのメガネってさ、メガネないけど持ってきてないけど、メガネってさこうなるところがこう折りたたまれてるじゃん。でねポケットに入れた時にあの右側のこのかけるここだけ片っぽだけポケットから出ちゃってるみたいな。なんかポケットあるじゃん。でこうこんな感じ。片方だけ出ちゃってやばい閉められないみたいななることがあって、だからあれはね本当にやばいの。しかもマイク持ってるからさ、なんか閉じて入れようとしたらなんかマイクが邪魔をしてなんかあ開くの、このここがピロってなんの。もう難しいんだよねあれ。そうおもろいよね。そうむずいんですよ案外。意外と次注目して見てみて、どのメンバーでもいいかな、自分の推しを見てみて。焦ってるから絶対に。まあレナは 焦らないけどね。めっちゃおもろいでしょ。めっちゃおもろくない？普通にさもうなんかでもみんな焦ってる感がなんかわかるんだよねやっぱり。出てるから。そうそうそう、あれもねやっぱりあの練習するはするだけ。そうなのあれだから。え、あとねあの髪の毛があるからここに、だから一回こうやってやってってやんないとダメなの。え、いつも見てんの？じゃ逆に見ないで。なんかやだわ。なんかやだな。あ、ね、焦ってたね。さらけ出します。頑張ります。重要ですよね、それ。重要だの。重要だよね。レナのこと見てるっていうさコメントじゃなかったの？え、見てじゃあレナのこと見てるっていうコメントだったよねさっきの感じ。そう、髪の毛がめっちゃ邪魔になるのけどさ、あのああいうさリズム、リズムっていうかあの何あのメロディーだからさ、髪の毛もさなんかブーンとかやるできないじゃん。そうだから、あ、それ有利だね。そう思ったらやば、中学校見てんのやば。動きだ動きだ動きの野郎だ。動きだ動きだ動きだ
ユアが LINE めっちゃ送ってくる。ユアしか喋ってない。土曜日2日だっけ、やば、え、見られたくない。なんかやだね、そう言われたら。見るねって言われたらなんかやだ、なんかやだ。かきれのボブだった時あったし、普通にあったよ。2年前とか3年前ぐらいボブだった。3年前か、ちょうど3年前ぐらい。ポニーテもダメだね、壁車のまま公園って感じ。全曲ね、配信の時ぐらいね、はしゃいだらさ、しんどいじゃん。だってさ、そんなん言ったらさ、水のないプールもこんなんなるからね、こんなんなんなっちゃうよ。嫌でしょ、それは。水のないプールはもっと静かにしてよってなるじゃん。ね、メガネの家かわいいよね、あれ。何月2日行くよ、メガネな見て。あ、座席発表なんだ。ボブの写真見してよ。マジボブの写真ないんだけど。いや、あるけど、多分探したら。けどなんか、あの、Google の方にあるか、違うアプリの写真アプリにしてるか。なんかね、SK に加入してからしか、あの、普通の写真のアプリの、あれにないの。容量がさ、なんでかわかんないけど、容量がやばくて。なんか常に。昨日名刺ありがとう、こちらこそ。あ、サラも似合う。明日からか、トレード。え、そう、 Google の入れてんの。Google の入れてるけど、なんかそれも容量重すぎてさ、 Google に入らないの、写真が。なんかあれってさ、自動的に入るじゃん、あの Google のそのアプリとなんか連携してたら。だけど。だけど入んなくて、だから、あの、やばいんだよね、その Google のやつに入ってると思って消したら、あの、全部入ってなかったことがあって、もう最悪と思って、で、消去済みからもう一回また戻してみたいな。メガネかきれいなニコニコしてたの。誰も全曲とは言ってない。そうなの。水のネップル衣装かわいいよね。え、そう、なんかね、え、そう、アプリと連携してたら写真撮るじゃん。え、例えば今さ、レナがスクショ撮るじゃん、容量空いてたら、このままその Google のあの写真アプリにこの写真が勝手に行くの。レナがその知らないうち、知らないうちっていうか、その撮ったら行くのね。で、その Google のその写真の方に完了したら、レナのこの普通の写真のアプリからこれを消しても Google に残るからっていう方法をやったんだけど、一回失敗しちゃって、一回っていうか何回もあるんだけど失敗しちゃったこと。クラウドって何なの、普通に。もうなんか分かんない。移動のアプリは書き入れないっちゃいます。書き入れない目がいくというより耳がいくでしょ、もうそれ歌でしょ絶対。プールは、え、メガネかきれいニヤニヤしちゃうの。じゃあ似合ってるってこと。メガネ似合わないと思ってたんだけど、案外なんか初日にみんな似合ってるって言ってくれて、今日もかわいい、かわいい、今日もかわいい、かわいい、ありがとう。ありがとう、お疲れ様。え、勝手に公開されて、え、なになになに、怖い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 、なになになに、何があったの、え、怖い、あ、何、笑っちゃうの、やば。笑っちゃうとかやばいじゃん、ひどひどい方だったし、ちょっと喜んだらひどい方だった。そうなの、ダメじゃん。じゃあでも最近使ってなかったから大丈夫かな、わかんないけど。え、やめた方がいいの、あのアプリ、あのアプリ。今は大丈夫なのかな。え、やった、似合ってる、可愛いだって、イエーイ。今日も可愛い、ありがとう。しかもレナのアバター使ってくれてる、嬉しい。アバターゲットしたんだね。え、メガネの可愛くないんだけど。
愛くないんだけど。クラウドって何？クラウドって何なんだろう。クラウドって何？なんかわかんない。てかさ、水のないプールさ、マジね。本当にね、やばいよね。前も下手だったよね。でも前々回よりは前回の方がやっぱりマシだったよね。どうどうどう、みんなどうだった？アーカイブどうだった？アーカイブなんかね、こっちがね歌う感じはなんかもう分かんないの。なんかなんていうの、片耳閉じないと多分分かんなくて、本番中聞こえないのよく。だからアーカイブで見ようって。メガネの形確かに人によるしね、しかも。あー、それが流出されちゃうってことか。出だしやそうなんだよね、出だしはマシだったで、なんだっけ、半までかもってやってるレナ、全然過ぎてるけど。あ、ここは終わったの？え、早っ。じゃあレナも終わろっかな。ここは頑張ってんだからレナも終わろっかな。そうそうそう、なんか音が返されない、やっぱり客席に全部行っちゃうっていうか、あれだから。自己評価30点ぐらい。前回はもう2点だよね。声出たから、まあまあまあ、声出たの2点だよ前回は。あ、前々回か。いや、もうやばくない？あれさ、もうなんでね、なんか難しいの。今みんな歌ってみて、どこだっけ、どこだっけ、どこだっけ、崖や。やめて。次の夏来るまで水面を待っている。待っているがむずいんだよね。待っているがむずいの。待っている、なんかね、わかんない。ね、ちょっと笑ってんの分かった。待っている。待っているがむずいんだよね。待っているが、待っているってなんの、なんかおかしいじゃん、なんかおかしいじゃん。そう、でね、その次がその私だったところだったんですよ。全然全然全然前回ぐらいの私だったところで、そこの歌詞がめっちゃさ好きだったの。色が褪せたのとこね。なのに待っている、待っている、むずいんだよね。それな、歌ってる時にさ笑ってたよね。最後にやばい、絶対また失敗したと思って、待っているで笑っちゃった。聞いてみたいなね、カラオケ、カラオケ、カラオケなんかさ、ここまでやってなかったらなんかやらなくていいかなって思ったけど、やっぱりみんな的にはやった方がいいのかな、わかんない。まあ、いつかやるわ。いつかっていうか、あれが何なんだっけ、笑顔のパフォーマンスなのか。水のないプールは笑っちゃった、笑っちゃった方、笑っちゃった方です。笑っちゃった、どうやってないよ、笑っちゃったんだよあれは。いつかやるわ。なんか特技、レナの特技じゃん。わかんない、メンバーの顔見てないけど。確認してみて、ちょっと笑っちゃったんだよねあれ、歌ってる途中に。すごいスクショ撮られてさ、なんか笑ってる時の前半の時の歌の笑ってない顔と後半笑っちゃってるのがスクショ撮られて、なんか表情の変化すごいみたいな。
思ったね。めっちゃ見てたよねなんか読みづらいコメントあ、近所迷惑カラオケしたらだよね。じゃあやめとくか。あ、X 更新しないとって思ったけど今日も無理だった昨日更新しようと思ってたの。ココハの生誕祭と昨日ココハとあの名刺一緒だったからどっちもココハと一緒だったよっていう投稿しようと思ったけどもうやめとくか今回は。なんかココハの生誕もうめっちゃ前じゃんって思われそう嘘そう、くるみさんとね目合わせて笑ってんの、ニコニコしてんのあ、しおれもくるわけね。そうなんだよね、歌っちゃダメなんだよね他のやつ、なんか決まってんだよね。そうそうそう、えーって言ってるえ、何送んの、何送んだろう、何送んのそれもじもねえ、わかんない。え、何の話してたっけさっきまで。やばい、あと8分じゃん。え、あ、え、そんな前じゃないね、確かに。ここは乗せたな X あげるかね。人に制服の向こう園カラオケしてたしてたね。 X あげるか迷う。明日あげようかな、迷うな。ありがとうえ、何のくしゃみだ今日。なんかくしゃみがいつも隠れないのに、なんで隠れたの。なんかこうやってするの嫌で。汚染したここら辺を手つけないで、ハクションハクションってやった明日あげるか、え、どうしよう、迷う。明日あげた方がいい。明日って何曜日、え、待って、明日日曜じゃない、もしかして今日土曜日、え、わかんない。え、明日月曜日なの。え、明日バレンタイン配信しようと思ったけどさ、無理じゃん。5時から配信はできるけど、な、咳みたいって言われんの。え、待って、バレンタイン配信しようと思ったのけどできなかった。明日できないじゃん。じゃあ5時だから、じゃあこれもだけど買えるじゃんこっちでもえ、そっか。え、バレンタイン終わったけどさ、なんか体調悪くて作れなかったの、バレンタインの時だから。なんかバレンタイン配信をちょっと遅らせてやろうって思ってたんだけど、朝5時に朝5時に5時配信しようかな。明日5時配信するわ多分。5時か6時か7時、8時半までだっけ配信って朝の。え、8時だっけ、え、わかんない。え、5時か6時か7時に、5、6、7時どちらかに今日寝る前に予約入れとく。え、だよね、夕方の5時ってさ仕事中だよね。いや、バレンタイン配信はしないよ朝に普通に朝配信、朝の5時から。え、ごめんね朝だよごめんね、朝の5時か6時か7時か8時、普通の朝レナで、夜は夕方も5時か6時か7時か8時ぐらいからするね朝じゃない、朝だけどチョコ配信はしないね、ちょっと伝え方が 悪すぎたレナの。寝てるけど起きるの、起きるの、起きるの。
ねえ、時間広いね。もっと的確に言えよって感じ。あーでも8時はないかな、5時か6時かな、ね、わかんない。何時に寝る？今日はね、3時か4時ぐらいかな、寝るとしたら。朝方の夜中か、予約入れとくわ。多分朝は寝ないよ。いいよ寝てても。寝てていいよ、明日仕事の人はね、寝てていいよ。ね、みんな起きれないよね。あ、未完全リアタイしよう。みんなね、起きれないよね絶対。いいよ寝ててみんな。ちょっとお休みの人とか起きてる人だけチラ見しに来て。5時か6時、いやわかんない。え、じゃあ6時にしよう。6時半かな。それは信用ならないね。配信するなら見たいじゃん。え、でも見れるじゃん、あのね、あれで。ね、多分兵庫でするかな、なんかお菓子作りとかは。え、5時か6時どっちがいい？5時か6時どっちがいい？でもみんなさ、5時だったら眠いじゃん。6時かな、そう、もう動画サイトで見れんじゃん。リアタイがいい、リアタイがいいよね確かに。どうせ見るなら7時、あ、7時、7時で、あ、7時がいいの、7時半、7時か7時半か。あ、7時多いね。5時約しまい6時半。それな、1時間半もプラマイ30分とか言ってさ、自分で余裕つけてたのに1時間半もやっちゃった。7時40分に起きるんだ、じゃあいつも。え、じゃあ7時かな。朝起きれますように、レナが追います、追ってね、じゃあ見て。え、ね、待って、あと2分なんだけど、やば。7時か、まあ、7時過ぎぐらいかな多分。あ、フォローしてくれた、やっと、ありがとう。やっとじゃん、やっとフォローしてくれた。え、待って、59分なんだけどね。11時まで寝てるって言ってたのに、ありがとうね、ありがとう、みんな今日もたくさんお世話になりました。今日もたくさんお世話になりました。また明日の朝会おうね。なんかずっと会ってる感覚にならない、朝とさ夜とさ、またちゃんとまた朝に会ったらどう。じゃあね、またな、おやすみなさい。りなちゃんおやすみ、いつもありがとう、おやすみ、お世話します。おやすみみんな。配信は配信か、えらいね、ちょっと100回会いに来てね、気が向いたら見てね。おやすみ、じゃあね、バイバイ、おやすみ。